ップとに、法事の席で父をつかまれた上に、エロ発言連発で抱きついてきた。旦那はヘラヘラしていた。親戚どもは林立ててた。何かが音を立てて切れた。力いっぱい、ウトの顔をグーで殴った。一発殴って倒れたところを、マウントポジション取って殴り続けた。止めに来た奴も、全員、グーで顔を殴った。法事の席は地獄絵図になったが、お構いなしに殴り続け、ウトは血まみれ、尾骨骨折だったらしい。そのまま帰宅し、その足で計画していた離婚を実行。セクハラ発言の数々や、旦那の浮気の証拠を持って弁護士事務所に駆け込んだ。元旦那実家は慰謝料で粉砕してやった。とっても清々している。です。セクハラ発言の数々や、旦那の浮気の証拠を良ければ詳しく。報告者。旦那とのセクースの内容を聞きたがる。用途ペラペラ喋りまくるバカ旦那。やらせろと言いまくる親戚連中。どんなセクースをするか林立てながら延々聞かされる。父がでかいの、尻がエロいの、言いたい放題。典型的田舎爺のエロ話です。こまめに IC レコーダー他で証拠は押さえてました。旦那の浮気は複数回。更新所使って証拠は全部貯めてました。ホテルに入る時の写真、電話の通話記録、メールの履歴。出張と称した浮気旅行での証拠写真、ハメ撮り写真ほか、相手からの謝罪念書、相手に先回りして撮っておいた。ついでに、ウトの浮気の証拠も少々。暴行で訴えると言われましたが、弁護士経由でこれらを突きつけて黙らせました。慰謝料は結構長くでした。です。見事な手際にグッジョブ。どうしようどうしようとぐずるやつもいるが、報告者は、行動力と決断力はすごいね。で、ウトの浮気までかよわら。トメは寮だったのかな？報告者。トメは単なる奴隷でした。社会に教育された結果でしょうね。おそらく寮トメだったのではないかと思います。離婚手続きの最終顔合わせ時に、若い人は自由でいいわね、とぽつりと漏らしていました。かわいそうっちゃかわいそうでしたけど、あんなセクハラの数々を見てるだけだったので、知らねえ。です。グッジョブ。ウトのその後は、親子で離婚？報告者。旦那、慰謝料、パチンコ他で自己破産。ウトメ、慰謝料、ウトのパチンコ他で自宅売却、自己破産。一番収入が良かったのは私でしたし、法外な慰謝料を請求し、不倫相手の家族からも同時に慰謝料請求させましたし。会社でちょっとつまんでたことを匿名でチクったりしましたので、失職したりなどで、あっという間の自己破産でした。今は、どこぞのアパートで暮らしてるそうです。何してるかは知らねえ。